ミステリーゾーン怪奇探偵ドラマシリーズ、米田三世原作、石井信之脚色、雲。ここだ、入れ。薄暗い天井の片隅に一匹の大きな蜘蛛が巣を作っている。こんな不気味なところで俺は一生暮らすのか、はあ、今でも信じられない。友達のアキミ君を殺して牢獄につながれているなんて。あの夜は土曜日だった。俺とアキミ君とさくら君の3人は仕事の後研究室に残って雑談をしていたんだ。長いことかかって研究していたホルモンの論文を思いもかけずに製薬会社が買い取ってくれることになって、その金の使い道について俺たちは話していた。さくら君が手洗いに立った後だった。あのおぞましい一匹のクモが机の上に降りてきたのは、クモの嫌いな俺はいっぺんに血の気が引いて、その時俺の体の中に異常が発生したんだ。その雲取ってくれないか。雲はどうした。おい、気分でも悪いのか。ひどい汗だぜ。アキミ君の声が電話の向こうから聞こえてくるようだった。口を聞くのがじれったくなってきて、突然目の前が真っ赤になった。おい、君の悪い顔すんなよ。おいったら、おい、どうした？おい、おい、おい。その後のことは俺には全く覚えがない。手洗いから戻ってきたさくら君に起こされるまでの間、本当に何をしでかしたか覚えてないんだ。おい、起きろよ、起きろ。どうしたんだい。アキミ君はどこに行ったんだ。死んじまったよ。え、死んだ。どうして。君が殺したんじゃないか。君はアキミ君をほら見てみろ、かわいそうに。アキミ君。あの光景はもう思い出したくない。無残に破裂している頭、そしてそこからはみ出している脳髄、血だ、血がまだ流れてる。死んだアキミ君の指を伝ってギラギラ光りながら流れていく。はい、そうです裁判長。それで私が用を足して手を洗っていると、はぁという悲鳴が聞こえたんです。何とも言えぬ恐ろしい声でした。続いてドタンと倒れた音がしました。さくら君、早く早く来てくれ。アキミ君の絶叫で私が研究室に駆けつけると、床に二人倒れているのが目に入ったんです。アキミ君はすでに息絶えていました。私が思わず悲鳴を上げて、それでみんなが駆けつけてくれました。事件の最初の発見者であるさくら君が裁判官の前で証言をしていた。だから俺もようやく事の成り行きが分かったんだ。
やはり俺が明美くんを殺したんだ。そりゃ俺は明美くんが憎かった。明美くんが死んでしまえば彼の奥さん、そう、俺の憧れていた美穂子さんは再び俺の天使になる。あの無邪気な顔で俺に微笑みかけてくれる。俺は西に毎晩そんな思いを書きつけていたじゃないか。そうか、明美くんはやはり死ななくてはならなかったんだ。この俺が手を下さなければならなかったんだ。けどこれだけは認めてもらいたい。あの出来事は俺の持病の転換発作が起こった時の事故だ。いわば俺が俺でない時に起きた出来事だったんだ。裁判長、被告は犯行を認めたものの、その殺人の意思については強くこれを否定しています。持病である発作を起こした最中、つまり精神不在中に行われたものであることを主張しているわけです。まあ、しかしこれは裁判官を欺くための嘘方便に過ぎません。なぜなら被告のそのような体質を証明する者はただ一人としていないからです。被告は明美君を殺した後、わざと倒れたふりをして発作による犯行と見せかけたんでしょう。我々検察側は被告のこの日誌を証拠物件として提出します。ここには殺された明美君に対する恨みや嫉妬が事細かに記されています。故に本件は被告の発作によって偶然引き起こされた不幸な事故では決してなく、周到な計画をもって行われた憎むべき殺人なのです。そんなバカな。俺のこの発作は確かに子供時代から持っていたもんだ。それを証明してくれる人は本当にいないんだろうか。そうそう、10歳ぐらいの時発作を起こしてのつぼに飛び込んでしまったことがあったじゃないか。あの時一緒にいた友達は誰だっけ。そうだ、あれはさくらくんだ。さくらくんは中学でも高校に入ってもそのことを持ち出して俺をバカにしてたじゃないか。それなのになぜさくらくんはそのことを証明してくれなかったんだろう。それより何より、本当に俺はあきみくんを殺したんだろうか。そうだ、考えろ。もっと落ち着いてよく考えるんだ。さくらくんが犯人だとすればそんな、そりゃとんでもない過程だ。どうしてさくらくんが殺人を犯す理由があるんだ。犯罪には動機が必要なんだぞあれ、誰だ誰だ、俺のこと見つめてるのは。なんだ、目玉かと思ったらさっきの雲じゃないか。黄色い縞模様の大きな雲、こんなに近くまで降りてきて、あ、また発作が始まりそうなら、見てるだけで鳥肌が立ってきた。向こうへ行ってくれ。気が必要だってことだ。ちょっと待ってくれ、忘れてた。俺が明美くんを殺したおかげでうまい汁を吸うのはさくらくんじゃないか。だってそうなれば製薬会社の礼金はそっくりさくらくんに転がり込むんだから。最初にあっと叫んで倒れたのが明美くんではなく俺だったとしたら
男だ。転換発作は大抵声を出して倒れるもんなんだ。そして明美君がそれに面食らって声を上げる。さくら君、早く早く来てくれ。さくら君に手助けを求め、明美君は俺を抱き起こそうとして身をかがめる。そこへ入ってきたさくら君は瞬間的に俺の小さい頃からの発作を思い出す。するとだ、彼の脳裏によぎるのは製薬会社からの札束だ。明美君は彼に背を向けてかがんでる。たちまち彼の手が凶器の花瓶に伸びる。明美君は声も立てずに床に倒れる。それからさくら君はあたかも発見者のような叫び声を上げる。そこへ物音を聞いた人たちが駆けつける。そうだ、事実はこれだ。犯人はさくら君なんだ、あの悪魔め。もしかすると俺は助かるかもしれないぞ。このこと何とか証明できないもんか。誰だ、俺の苦しみにいたずらするの。いかん、今俺は大事な考え事をしてるんだ。邪魔しないでくれ。雲じゃないか。どうした。あ、どうやら転換発作のようです。なんだと。転換発作、死んだのか。はい、私が来た時にはもう。どうしてまた。監視長、これはやはり彼が自分で主張していた通り転換発作を起こしやすい体質だったということです。おい、私たちが勝手な憶測を口にするもんじゃないよ。あ、すいません。どっちにしてももう裁判は終わってしまったじゃないか。雲、原作米田三世、脚色石井信行、音楽沢田信夫、出演日浦弁、橋爪功、瀬古孝丸でお送りしました。